討論家。ペンネームは、坂木栄。1916年の日陰茶屋事件で、一躍著名になり、大杉久氏に対する殺人未遂罪で2年間服役した。戦後に、政治家になり、左派社会党をび再統一後の日本社会党から、出馬して、衆議院議員を5期務めた。長崎県北松浦郡佐々村生まれ、津田女子英学塾卒。 在学中に正当者に参加する。青森県立女学校の教師の後、東京に日新聞の記者となった。1916年、金銭炎上をしていた愛人の大杉久志が、新しい愛人の伊藤の絵に心を移したことから、神奈川県三浦郡葉山村の日陰ジイアで大杉を、死傷、殺人未遂で有罪となり一審で懲役4年を宣告されたが、 控訴により2年に減刑されて、同年服役した。裁判では一子は、社会主義者ではないと弁明し、野枝に対する妬みを詳細に陳述した。一子は出国後、女人芸術に参加して寄したほか、婦人文芸を創刊して、文筆活動を開始した。1943年から1945年まで、東京都南多摩郡、鶴川村農家屋に疎開したが、 当時の一子は、この絵踏みまろ子街の反響テロリスト中水玉吉の二号であった。戦後、一子は1947年に民主婦人協会自由人権協会設立に参加する。47年の第1回参議院議員通常選挙では全国区で落選したが、1953年第26回衆議院議員総選挙に旧東京5区で、 左派社会党より出馬して当選した。1955年の社会党再統一により、党内では左派に属し、計5回の当選を重ねたが1960年の第29回衆議院議員総選挙では落選しているため、連続当選は3回までとなった。また1957年の売春防止法成立にも尽力した。1968年、 最新特例法案を作成。この法案は、GHQ 統治下の裁判で死刑が確定した、死刑囚に対して、最新の道を開くことを目的としたもので、廃案になったものの法案提出を契機に個別に、中央公正保護審査会による御社の審査が行われ、菅野村強盗殺人、放火事件の受刑者などが、無期懲役に減刑となった。 1969年、政界を引退した。1970年、一子は、日陰茶屋事件を扱った、吉田喜重の映画、エロス虐殺の、上映差し止めを求めて提訴したが、周知の事実として棄却された。大杉の自由恋愛論に賛同した時代と、事件の反省から出国後の、 中三階級的道徳へ回帰した時代とで思想的断絶が大きく、1956年には谷崎純一郎の鍵を挨拶文書ではないかとして国会で問題にした。売春防止法成立に際しても主婦の提層を守るため娼婦の犠牲はやむを得ないと述べるなど他の廃勝運動論者とは一線を隠していった。1981年に 老衰のため死去した。一子は出国後、鈴木厚史と結婚し三人の子供を設けた。鈴木とは1935年に、婦人文芸氏を創刊したが、後に離婚した。1953年4月19日に行われた第26回衆議院議員総選挙で、当選した時の上地下一子中央、世界通信より、ありがとうございます。